どうも、メダバ YouTube チャンネルです。今回はですね、埼玉県にありますサバンナさんですね。メダカ屋サバンナさんの小野田社長が、サボテン×プロメテウスの交配で進められている系統、ゴブリンというね、メダカをご紹介したいと思います。交配に、ね、使われている、サボテンというのがですね、松井秀長の緑光×オーカの交配でね、進められていまして、プロメテウスっていうのはオーロラメ系の光体系のメダカになります。はい、こちらね、メダカ屋サバンナさんですね。まあ、皆さんね、おなじみのね、左が小野田社長で、右が、ライオンさんですね。このね、画像に写ってる真ん中の方にミッドナイトフリルって書いてるんですけども、少し前にですね、メダカくじの方で、オンラインのね、メダカくじの方で、ミッドナイトフリルが当たるよっていうね、企画をやられてましたけど、まあ、毎回ね、やっぱりサバンナさんの企画力っていうのはすごくて、いろんなものが豪華ですし、はい。これからもね、たくさんいろんなね、楽しい企画を、考えていかれると思うので、はい、注目だと思いますよ。はい、話をね、戻しまして、こちらがね、サバンナさんの撮影のね、ゴブリンでございます。全体的にね、こう、緑がかってるのは、まあ、サボテン由来かなと思うんですけども、こちらのね、動画の方はですね、私たちがね、類題している、ゴブリンになるんですけども、ちょっとね、映像で伝わるかはわかりませんが、ものすごいね、びっしりとしたラメですね、乗ってますので、これ横見でね、見ると少しわかりやすいかなと思うんですけども、もうラメがね、重なり合ってね、もう体全体がギラついてるという、そこにね、ヒレコウも入ってきたりしてですね。で、とにかくね、今回このゴブリンを見させていただいて、体型がすごく良いかなと思いました。まあ、控え体型なので、曲がり等出るかなと思ってたんですけども、かなりですね、体型での選別羽っていうのは出なかったので、まあ、光体型、そして、まあ、ラメっていうところで、まあ、体もかなりね、大きくなりますし、それに合わせてラメもギラついてくるので、まあね、メダバおなじみの言葉で言うとですね、非常に鑑賞価値の高いメダカだと思います。こちらはね、クリア容器に入れてみたんですけども、いかがでしょうか。またね、ラメの、見え方とかが違うと思うんですけども、ラメ一粒一粒も大きいので、まあ体格に由来するんでしょうけども、かなりね、見応えがあります。まあさっきから見応えがありますしか言ってないですけども。まあゴブリンについてはですね、まあ価格等々はまあまだまだ、価値が高いのでですね、入手ね、しにくいかもしれないですけども、まあぜひね、初めて控え体系、始めてみましたっていう方ですかね。はい、そういう方にすごくおすすめしたいなと思ってます。どうしてもですね、控え体型となると、選別する際に、まあ体型だったり、まあ狭がりだったりっていうところで、顔つきだったりとかですね、で、羽が出てしまったりすることもあるので、なるべくね、このようなこう曲がりの少ない控え体型っていうので、まず控え体型をこう、チャレンジしてみるっていうのに、導入するね、メダカとしてはすごくいいかなと思いますので、ぜひね、ゲットされてみてください。今回はですね、メダカ屋サバンナさんの最新品種ゴブリンをご紹介させていただきました。今後もね、楽しい企画やね、素晴らしいメダカが、どんどん排出されていくと思いますので、メダカ屋サバンナさん注目されてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。